久保さん。過去は変えられないけど、過去の意味は変えられますね。この時、過去は変えられないけど、過去の意味は変えられるっていうね。これ結構、あの、まあ、成功してる人というか、まあ、僕は成功してる人とは言えないかもしれないですけども、まあ、ある一定の人には理解できて、ある一定の人には理解できない言葉だと思いますね。過去は変えられないけど、過去の意味は変えられる。この意味がわかりますか言ってらっしゃい。